瀬戸内市立図書館は、岡山県瀬戸内市にある、公立図書館。奥町にある、瀬戸内市民図書館、牛窓町にある、瀬戸内市牛窓図書館、長船町にある、瀬戸内市長船図書館の三館からなる。瀬戸内市立図書館三館の位置関係2010年度の、蔵書数は、瀬戸内市立図書館が29,041冊。 牛窓町公民館と書室が25冊、おさ船公民館と書室が25,257冊、全体で計74,303冊。貸出冊数は、瀬戸内市立図書館が61,270冊、牛窓公民館と書室が35,310冊、おさ船町公民館と書室が37,448冊、全体で、 計134,028冊。利用者登録数は8,427人であり、利用者登録率は21.45%。2010年時点で、瀬戸内市立図書館の延べ床面積は118平方メートル、小佐船町公民館図書室の延べ床面積は108平方メートルと狭く、増書能力は限界に近かった。瀬戸内市立図書館は、 本棚の上にも、蔵書を置いている状態であり、閲覧室などは存在しなかった。3館のいずれにも、閉鎖書庫は存在しない。牛窓町公民館と書室は、延べ床面積422平方メートルと3館の中では、最も大きく、文館としては一定の規模に達しているが、資料の多様化や充実、インターネット環境の充実などが課題とされている。 瀬戸内市は岡山市に隣接していることから岡山県立図書館や岡山市内の図書館を利用する瀬戸内市民も多い。岡山県立図書館からは週2回の巡回便が運行されている。岡山県立図書館が運営する横断検索システムを用いると岡山県の各自治体立図書館の資料を検索、予約することができる。 岡山県立図書館などからの対策が可能な図書、管理システムなどを導入したことで、利用登録者数は増加している。2004年11月1日、岡山県奥郡牛窓町、奥町、小佐船町が合併して、瀬戸内市が成立。この時点で、牛窓町には、牛窓町立図書館があり、奥町には、奥町立公民館図書室が、小佐船町には、 おさふね町立公民館図書室があったが、校舎の2丁には図書館法における図書館がなかった。2004年の合併後、図書購入費は基本的に右肩下がりにあった。瀬戸内市は、牛窓町立図書館を、瀬戸内市立牛窓図書館と解消して引き継ぎ、奥町立公民館図書室を中央公民館図書室とした。しかし、 瀬戸内海に近い定地にあった牛窓図書館は2004年8月末の台風16号による高潮で床上浸水被害を受けていた。2010年4月には約100メートル離れた牛窓町公民館の2階に移転し、牛窓師所牛窓町公民館図書室として図書室機能を再開した。なお、牛窓図書館の初夏再下段では、 数十箱分の非言用文書が目録を作成することなく保管されており、台風16号で浸水した。この非言用文書は被害調査を行う前に廃棄されたため、どのような文書が保管されていたかさえ定かではない。牛窓図書館の移転により、山町すべての図書施設が公民館に付属した図書室となった。瀬戸内市から図書館がなくなってしまったため、 屋長にある中央公民館図書室を暫定的に瀬戸内市立図書館に解消した。各図書館は異なるシステムで構築され、ネットワークで結ばれたものではなかった。これらの事情から、瀬戸内市の図書館事情は貧弱だった。2010年度を対象とした岡山県内公立図書館調査によると、瀬戸内市は一人当たり、貸出冊数、一人当たり蔵書数、一人当たり、 年間受け入れ冊数がいずれも24自治体中最下位だった。増書数や新刊数の少なさ、読書環境や調査環境の欠如、死書数の少なさ、バリアフリー化の遅れ、情報発信、情報提供システム整備の遅れなどが課題であるとされた。新図書館の建設を求める声は瀬戸内市の各地から上がっていたが、図書館関係者でさえも、 悲観的になるような状況だった。新図書館建設計画2016年まで瀬戸内市立図書館が入居していた瀬戸内市中央公民館庫のような状況の中、2009年7月には新図書館の建設をマニフェストに掲げた竹久健成が瀬戸内市長に就任。2010年10月には瀬戸内市新図書館整備検討プロジェクトチームを立ち上げ、 2011年3月に策定された第二次瀬戸内市総合計画では図書館施設整備事業が新規事業に挙げられた。2010年代半ばにはカルチュア・コンビニエンス・クラブが指定管理者となった竹吉図書館、歴史資料館や海老名市立図書館などに象徴されるように指定管理者制度を導入する公立図書館が増加した。瀬戸内市は 教育や福祉政策に関するいくつかの事業で指定管理者制度を導入していたが、竹久市長は事業の継続性の確保、住民との信頼関係、行政内での信頼関係などを理由に公設公営の新図書館設置を選択。新図書館の館長候補を全国公募し、2011年4月には島田学が新図書館開設準備室長に入職した。 島田は、永遠寺図書館準備室に参画した経験を持つ。2011年5月には、新瀬戸内市立図書館整備基本構想を策定。この基本構想では7つの指針を示し、新図書館開館までに様々な取り組みを行った。島田は新図書館整備以外に、瀬戸内市内の学校図書館の運営にも、携わっている。竹久市長就任後には、 学校図書室への支所の配置が進み、2012年4月時点では、小学校10校17校、中学校3校中3校に支所が配置されている。2011年11月以降には、と、所管未来ミーティングという名称の市民ワークショップを年数回程度開催しており、市民の意見を図書館運営に取り入れている。第回ワークショップでは、 瀬戸内市内の社会教育施設を見学し、図書館の新たな活用方法を探った。ワークショップの過程では、前総務大臣の片山義弘を招いた講演会なども行っている。2011年度に基本構想を策定した時点では、2012年度に用地取得と実施設計、2013年度に建設工事を行い、2014年度に開館する予定だった。 文部科学省障害学習審議会社会、教育文化審議会計画部会図書館、専門委員会の公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準について、いや日本図書館協会図書館政策特別委員会の公立図書館の任務と目標などを考慮して、基本構想では新図書館の規模を、延べ床面積、約2800平方メートル、 増書冊数、約20万冊、年間受け入れ冊数約1万千冊に設定している。2012年3月には、新瀬戸内市立図書館整備基本計画を策定。2014年3月には、デジタルアーカイブの一種である、瀬戸内デジタルフォートマップの運用を開始した。千葉県の南房総地域や大阪府の北摂地域でも、類似の試みが行われているが、 公共図書館が主体となったデジタルアーカイブとして営利目的の利用を許可した初のケースだとされる。老朽化した郷土資料館を取り壊して新図書館の建設用地とし、郷土資料館を組み込んだ図書館を公民館に隣接させることとなった。この場所は岡山県立奥高等学校に隣接しており、若い世代の自習場所なども目指している。 2014年12月に新図書館の建設工事を開始。総工費は約9億6190万円。開館予定時期は2015年夏、2016年4月、2016年6月と変更されている。新図書館は瀬戸内市民図書館という名称に変更され、公募によってもみは広場という愛称が付けられた。 新図書館開館準備のために、瀬戸内市立図書館は2016年3月28日をもって休館となった。5月18日に、瀬戸内市民図書館の竣工式を行い、6月1日に開館した。新図書館の開館に合わせて、牛窓町公民館図書室は、瀬戸内市牛窓図書館に、小佐船町公民館図書室は、瀬戸内市小佐船図書館に改称された。 外壁には隣接する瀬戸内市中央公民館と調和する赤レンガを使用し、南側の壁面は市民の手によるタイルで飾られている。両施設の間の緑地には牛窓町の特産品であるオリーブを植樹している。座席によっては飲食物の持ち込みを可能としている。1階と2階に12万冊を収容できる開花書棚があり、閉花書棚は8万冊を収容できる。 開館時の蔵書数は約8万冊。郷土資料コーナーは1階に設けられている。解体した郷土資料館の後継施設としての機能も有しており、屋長出身の人形師、武田木之助の糸操り人形が展示されている、木之助ギャラリーや地元の人形劇団体が定期公演を行う専用の舞台設備を有した集いの部屋などがある。開館以来、 幅広い年齢層の市民が訪れ、1日平均800人の来館者がある。2016年秋には、おさふね図書館をリニューアルし、面積の拡張や書棚の間隔拡張などを行った。2017年11月ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2017、大賞、オーディエンス賞受賞2020年4月23日、令和2年度子供の読書活動優秀実践校、図書館。 団体文部科学大臣表彰瀬戸内市立図書館、移動図書館、瀬戸内回る合新図書館整備の最中、2011年10月には、約500冊の絵本をワンボックスタイプの軽自動車に積み込んで移動図書館サービスを開始した。瀬戸内市内の全幼稚園、保育園に対して、月1回の頻度で移動図書館が巡回した。2012年には、 石川県立図書館の仲介によって、七尾市立図書館から移動図書館者を無償状とされた。瀬戸内マール号と名付けられた。この車両は、それまでの2倍に相当する千冊を積み込むことができる。岡山県立奥高等学校美術部が、車両のデザインを担当し、2012年5月に運行を開始している。2014年10月には、 デイサービス事業所や特別養護老人ホームなど、高齢者施設への巡回も開始した。高齢者施設への巡回には、移動図書館車を用いず、軽ワゴム車に図書入りのケースを詰めて運んでいる。岡山県内では、岡山市や玉野市などが、瀬戸内市に先行して、類似のサービスを行っている。瀬戸内市では、図書の貸し出しのみならず、お話会や、 改装法を利用した心理療法を行っており、改装法を行う博物館、図書館としては、北名古屋市歴史民族資料館や、岡山県立博物館、東大見市立の都川図書館や田原市図書館などに続いている。ありがとうございます。